ストラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三浦スタイルでお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日はチケットが早々に完売だそうです。球場はご覧のように超満員、さすがに注目度が高いですね。いやもうこれはね、我々も非常に楽しみですよ。そうですね、超満員でお客さんが詰めかけています。本当のことが言えてよ。1回の裏、バファローズの攻撃です。せーの、ここもいい台動き使うか思ったのに。一方守りますファイターズはご覧のような守備です。ユーザーさんのための休み取ってる。うん、かだけトロンも取ってファイターズマウンドに上がるのは先発のめったにこっちにかかり5連勝。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。できる人いませんでした。バッターは糸井、現在打率3割を上回っています。すぐ違うこのターマも閉まる。さあファイターズもエースが登板ということになります。さあそのエースをバファローズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。ファウルになります。振り遅れてますね。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の川端、大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは大谷、そしてキャッチャーは市川。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。西さん、この辺りにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線が機能してくるんでしょうか。注目です。今回4球目は何で来るか。変化球空振り、ツーアウトになっています。打順は3番ヘルマン、昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。ツーアウトランナーありません。初球、これは大きな変化球、ストレート外れました。さあ3球目は何か。変化球が決まりました。ワンボールツーストライクです。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。2回の裏にあります。さあバファローズ、この回は4番から始まります。ブランコが打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、バファローズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。なんで中部小学校のドラゴンボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。外れてフォアボール、ノーアウトから同点のランナーを出していきます。いやそうですね、これはね、ボールを拾って二塁へ。バッターボックスの中島、今シーズン得点圏での打率は3割5分8厘となっています。さすがクリーンアップですね。ここも期待できるんじゃないですか。ストレート抜けた、マジか。ホームへ送球、ライト前ヒット。さあ逆転のランナーが出塁します。しっかり繋げましたね。まあ、そして彼はチャンスに強いバッターなんでね、期待を持っていいんじゃないですかね。その期待に応えてほしい T 岡田がバッターボックスです。まあここは犠牲フライで OK ですね。そうですね、中間守備で来てますから、どこでに送球するか。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。緩急をつけられて三振を奪われました。ワンアウトにはなりましたが、それでも同点のチャンスは続きます。そうですね、変化球打った、ショートの左、取った、二塁へ送球、二塁アウト。サードランナーがホームに帰ってきました。くそー、バファローズ行ってました。1対1、試合を振り出しに戻しました。
得点が欲しいところですよね。まあそうですね。バッターこれはどうだ、取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。西さん、序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開だったんですね。いや本当ですね、両チーム、いい攻撃で、いい守りしてますね。確かにその通りですね。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。打順はトップに帰って糸井、大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。トローギリギリ決まっています。ノーボール2ストライクです。低めの変化球は決まりません。ファウルになります。ボールカウントは1ボール2ストライクです。流しました、これはどうか、レフトヒット、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには送りとしては彼がきっちり決めてくれるでしょうね。走ってきた、キャッチャー2塁送球する、ボール成功です。チリ盗塁を決めてきました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね、振り遅れてますね。そうですね、アウトコース、これは見送ってボールです。前にボールを飛ばせません。このチャンスをものにしたい場面でしたが2アウトになりました。何としても勝ち越しを決めたい場面でしたが三振に倒れました。まあこういう展開でね終わってしまうのは一番良くないですから、もうちょっと頑張ってほしいですね。さあそして打席にはヘルマンが入ります。ここは期待していいと思いますね。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスをしっかり勝つことが大事ですから、勝ち越しておかないといけませんね。なるほど、そうですよね。左に切れてファウル。バッターのヘルマン、今シーズンの得点圏打率は2割9分4厘。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。攻め切ることができませんでした。ご覧いただきましょう、勝ち越しのチャンスだったんですが連続三振に。西さん、やはり戦前の予想通り1点が試合の結果を左右する展開になってますね。いや本当ですね、試合にも緊張感があってね、打線も非常に集中力を高めて頑張ってますね。このまま投球が続くんでしょうか。変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。5番バッター中島、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。低めストレート、ストライク、ノーボール2ストライク。打ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。何がわずかに外れた。別の俺寂しくねえよ。だったらまだ出て言わんねえんだよ。打ちました、セカンド取る、アウト、2アウト。バッターボックスは6番 T 岡田。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。打ちました、田中、一塁アウトで3アウトチェンジです。西さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。まあとにかくね、ミスをしないということですよね。ミスをした方が負ける、それもよく言われるところです。外の低めです。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックス伊藤、前の打席は苦手なアウトコースでやられましたから、まあ今度はそこをどう対応していくかですね。なるほど、
そのコースをしっかりと見極めていけるか。入りました。ノーボール2ストライクです。これはバット出ず三振です。ツーアウトになりました。打席には9番バッター平野。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーはバファローズがエースの金子千尋、そしてファイターズが大谷、以上両エースの投げ合いとなっています。ファウルになります。変化球を待っていたかもしれませんね。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。一塁へ送ります。アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。糸井がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズ同点で迎える6回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね。見逃し三振、ワンアウトです。これで10個目の三振を奪われました。西さん、バッターは2番川端。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球大きな変化球、次が2球目。インコース弾き返した、ワンバウンドひっくり返りました。マジか。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで10試合連続安打。ワンアウトランナー2塁となる。ここはインコースをうまく引っ張っていきました。そうです。大きな変化球でまずは空振りを取りました。低め見ました。ボールです。低め、いいところに持ってきましたが外れます。155キロ、右に切れてファウル。さあ5球目は何か。いや、よく見ましたね。そう、あれ選球なんですね。そうですね。見逃し三振、ランナー釘付け。このチャンスをものにしたい場面でしたが2アウトになりました。さあ、そしてバッターボックスにはブランコが入っています。ここはいいバッターが続きますからチャンスですね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、ここではしっかりつないで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですね。バッターボックスのブランコ、空振り三振。タイムリーとはいきませんでした。ここはチャンスをものにすることができませんでした。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスだったんですが連続三振に終わりました。今度こそこれ、このまま行きたいな。西さん、やはりエース対決ですからそう簡単には点は取らせてくれませんね。そうでしょうね。まあ簡単には点は入らないですよ。突破口を見出すことができるんでしょうか。入れてきました。ノーボール2ストライク。打ちました。これがどうだ。飛びついて掴んだ。一塁アウト。こういったプレーが投球の醍醐味です。今の超ファインプレーだ。バッターボックス T 岡田、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。大谷、まずは先頭バッターを打ち、初球打ち、レフト線へ打球伸びる、サービスで落ちてフェア。何バッターランナーは2塁到達。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー2塁となりました。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。まさかのコースを打ちやがったな。めちゃめちゃ難しいコースやったな。勝負強いバッターですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。低めストライクになります。ワンボールツーストライクです。外のボール打った。さあ、いいところに飛んでいる。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。まあ、山場だな、なんとか。つながらなかったですね。まあ、まだチャンスは続いていますので。しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には1番の伊藤が入っています。
それほど厳しくないコースのストレートあっさり見送りました。ワンボールツーストライクです。ツーボールツーストライクです。誘ってきましたが見極めています。フルカウントになります。見逃しましたがシェーンタイムリーになりませんでした。ここはチャンスをものにすることができませんでした。最後は三振。おおなんだそれ、ピッチャー変えてから打たれとるわ。